令和5年6月9日、岡山隆二チャンネル。ということで、ありがとうございはい。今週の岡ます。山早いです隆二ね、は、本当に。そうですね、1週間、あっという間ですね。そう、1週間も1ヶ月も1年も、なんか年々早くなってて、そうですね。嫌だなって思います。マーフィーの法則でしたかね。結あ局、年を重ねると、自分の年、対一年だから当然早くなるのは当たり前だみたいな法則がありましたよね、そういえば。なるほど。そういう名前がついてるのは知らなかったです。なんかそうみたいです。一年が早く感じるのは年を重なれば当然のことだっていう法則があるみたいで。一歩一歩死に近づいてるなっていうのが。怖確かくになっですてくるね。年ですね。まあ、人生100年時代なので、なんか、それこそ、高齢者という捉え方も、今、65歳以上ですけど、まあ、これは世界基準ですが、もう65歳は高齢者なのかどうかっていう議論も必要なのかなっていうふうに、個人的にも思ってまして、まあ、私も52歳ですけど、前も話したかもしれませんけど、もうサザエさんの波平さんが54歳の設定なので、もうそこに近づいて、でもあの時代と今の時代ではやっぱり、大きく変わってて、やっぱり10年ぐらい、高齢者の定義っていうのを75歳以上にしてもおかしくない、時代になってきたのかなっていうふうには感じてますよね。そうすると、いろんな政策が、まあ、生産、人口だったりだとか、生産年齢人口だったりだとか、いろんな割合とかっていうのも変わってくるので、まあ、少し、今の統計よりは、肯定的に、ポジティブに、数字が変わってくる部分もあるのかなっていうふうには思ってるんですけど。波平さんが54歳の設定っていうのはちょっと驚きましたね。はい。あれが昭和22年に週刊福日の4コマ漫画から始まってるみたいなんですね、サザエさんは。で、なぜ54歳なのかっていうのが、ああ、なるほどっていうふうに、まあ、昭和40年代生まれの私も思ったんですけど、当時は定年が55歳だったらしいですよ。なるほど。いや、だったなかのもですね。で、まだ私が就職した時は半ドンって言って、土曜日も午前中仕事だった時代なんですけど、まだその前の世代では定年が60ではなくて55歳だったと。で、波平さんは今も仕事してるので、要は定年前の、まあ、サラリーマンっていう、そういう設定みたいですね。波平さん仕事してましたっけ？はい、仕事してますよね。おお、よ波平くさ仕んっ事帰てりに。おじいちゃんの方ですよね。ああ、そうです、そうです。ですよね。髪のな毛るがほど。こう一本の。着物着て。ええ、ええ、ええ。まだ仕事してたんだ、あの人。そうなんですよ。なというのことはで、そういう設定らし確実に私はマスオさん超えたわけですね。マスオさんい。あ、何マ歳スにオしさん、て。27歳ですから、マスオさんは。嘘。嘘じゃん。嘘だ。本当です、本当でマスオさん27歳なんですか？す。そうなんですよ。で、フグ田さんっているじゃないですか。波平さんの仕事を。フグ田さんが28歳とかの設定ですよ、確か。嘘だ。フグ田さん、絶対28歳じゃない。そうです本よ当ね。ですか？なので、やっぱり、この漫画とかアニメを通して、その時代背景っていうのがわかるっていうのも面な白いでるすよね。ほど、サ面ザエさん自体白が24歳ですから。い。え？そうなんですか？
サザエさんが24歳という衝撃の事実を知りまして、うん、はい、設定がですよね、はい、なのでやっぱり今の時代と比較してっていうところが本当に、まあ、サザエさんもそうですし、ちびまる子ちゃんもそうですし、うん、で福祉とか介護でいうと、ちびまる子、あのちびまる子ちゃんに出てくる友蔵おじいさんが、はい、まあ、76歳の設定なんですけど、それは大丈夫ですよ。そうですよね。友蔵さんは76だったら納得です、はい、ですよね。だからひろしさんとか、そのちびまる子ちゃんの、うん、お父さんが40歳の設定なんですよね。ああ、じゃあ超えるな、私。もうはい。なので、そこでも微妙にちょっとこう変わってきてるっていうところと、友蔵おじいさんは、本当は、冷たくて意地悪なおじいちゃんだったらしいんですよね、実物は。うんうん、だけど、さくらももこさんが、こういうおじいちゃんだったらいいなっていうことで描いたのが、アニメの友蔵おじいさんみたいなんですけど、ちょっとこうおとぼけキャラじゃないですか、うん、でそれが、認知症があったんじゃないかっていうふうに、うん、さくらももこさん振り返ってて、なのでちょっとした認知障害だとか、あと記憶の障害みたいなところが、実際あって、 でもそれは認知症っていうのは分からなかったけど、まあ、それをちょっとこう面白おかしくアニメーション化してるっていうところもあるんだろうなと思うんですけど、うん、結局多分今の時代だったら、サザエさんでいうと波平さんの上に、お父さんかお母さんが出てきてもおかしくないわけですよ、年齢的に。うんですね、うん、ただ時代背景として一般的ではなかったと。まあ、でもちびまる子ちゃんの時代では、まあ、76歳っていう、高齢の方が一般的に生活をしてらっしゃったっていう、その時代のこう流れみたいなところを踏まえて、やっぱり特に、どうしてもその肩車式みたいな形で、現役時代が、一人の高齢者を一人で支えないといけないみたいな時代に入ってくるのは間違いないわけなので、うん、そうした時にそのやっぱり支えられるという立場ではなくて、できる方はもう自分も地域とか社会とかを支えていくっていうふうに、やはりちょっとこう考え方を変えていかないと、本当その地域とか社会が成り立たなくなってしまうというところが目の前まで来てるなっていうのは、まあ、非常にこう日々実感してるところですよね。よく講師とかで、高齢化率みたいなところをそれぞれの市町村で調べたりしますけど、もういつの間にか 30% 超えて、うん、でいつの間にか 40% 超えてるところも増えてきてっていうふうに、ん、これはもう明らかにもう数字の通り進んでるという実感がありますし、この間、6月の上旬ですけど、私が PTA 会長した枕崎小学校の、その歴代の会長が集まったんですよ。うん、で、それはそれですごく、今年度150周年記念の記念すべき年度に合わせて一人一人ができることをやっていきましょうというふうに、まあ、そういういい集まりではあったんですけど、その児童数っていうのも私が会長をしていた時よりも、かろうじて400人いたんですね、6学年で。でも今360人ぐらいに減ってしまっていると。もう児童数も目に見えて減っているという、なのでそこへのそのある意味、危機感みたいなところがどこまで本当に、一人一人にこう浸透してるのかなっていうところが、まあ今一番のやっぱり、大きい課題の一つだろうなとは思ってますね。
確かに国が成り立たなくなりますね。そうなんですよね。うどうしてもん。そこが、まあ、さっきの年齢の割り方で言うと、65歳以上の方が、その15歳から64歳までの生産年齢人口と同じぐらいにやっぱりなってくるっていうのは、割合的には非常にバランスが悪いので、ただそこを、ポジティブにどういうふうに、捉えていくかってなると、やはり、年齢層として多いところが、頑張るっていうのが、まあ、ある意味、一般的っていうか、シンプルに考えて、求められると思うので、まあ、本当に、今までは、支えられるとか、引退するとか、余生を送るみたいな、そういう、年齢層でしたけど、まあ、これからはそうも言えなくなってくるなと。特に、上野さんも含めて、我々の時代だと、多分、元気であれば、ずっと働き続ける必要性があるんだろうなっていうふうに思いますね。うん、いろんな子育て政策とか、してますけど、まあ、政治で人口減少は多分止められないと思うんですよね。それを緩やかにするぐらい。そうですね。うん、って言って、自然に任したときに、ゼロになることはないわけですよ。絶対どっかでこう、下止まるというか、まあ、それが6000万だとか、なんか、それぐらいには下止まりそうな気はするんですけどね。じゃあ、それで国っていうのが成り立つのかっていう。まあ、でも6000万の国って世界的に見たら大きいですからね。大きいですよね。韓国も5000万ぐらいですよね、確か。そうです、そうです。まあ一応、必ず子供を産む人はいるでしょうから、みんなが子供を産まなくなるってことは多分ないと思うんですよね。減っていってもいい形とか、そういったのを作らないといけないかもですね。そうですね。まあ、うん。実際、明治維新の頃は、3000万人ぐらいしか日本にはいなかったわけなので、そうなんです。だからそれが急激に人口が増えて、今、下ってきていると。で、今後また150年ぐらいかけて、3000万人ぐらいまで推計としてはうん。減っていくということでしょうけど、まあそ三こ千あた万人りまは。で自然に任せたら三千万人まで減りますかね、やっぱり。そうかもまあ、ですね。今の状況だと、そうですよね。合計特殊出生率とかを見てると、まあ、当然そうですよね。1点何々とかっていう数字については、明らかに時代とともに減っていくっていうのは、それはもう当たり前のことなので、何かしら大きい、本当に時代の変化がないと難しいでしょうね。予想として何年に何人まで減るとかよく聞きますけど、どれぐらい考えてるんですかね。ですね。今、ある方はですね、それこそ1000人単位まで減るっていう、千人。データを出してたりするので、千万じゃなくて。1000人単位ですね。もう、どれぐらいの規模でしたかね。まあ、何百年先ですけど。それはない気がしますけどね。そうですね。まあ、国の成り立ちとして、まあ、そこまではっていうふうには思いますけど、ただ単純計算としては、みたいな感じではありますし、まあ、今でも実際、国の方のデータとしては、外国人の方が10%ほど予測として入れているわけなので、まあそこあたりの動向とかも踏まえると、まあそこまでは減らないだろうとは思いますけど、まあでも確実。
私が今、パッと調べた、こう、内閣府の人口の予想でいうと、2060年に、8000、ここはどうかな、500万切るぐらい、8500ぐらいですかね。人そうでにすなってね。ます。万人になってますね。ですよね。外国人も含めてですもんね、そこあたりは。あ、そうなんですね。確か。なので、やっぱり見積もりが甘いというふうに言われる専門家の方もいらっしゃるので、まあ本当に、まあ間違いなく減っていくっていうところを、どう肯定的に、捉えていくかっていうところと、一人一人、我がこととしてみたいなところが、これは前回も話しましたけど、やっぱりそこが、教育とかっていうところが大きい一つの要素かなっていうふうには思ってるんですけどね。こう、自分たちの生活っていうのがどういうふうに成り立ってるかっていうところは、当然学校でも教えてるとは思うんですけど、もっとこう具体的に今の状況がこうなので、こういったことが必要だみたいなところは、まあ政治も含めて、しっかりとこう、現実を正面から、向き合えるような、そういった教育っていうのはさらに必要になってくるなと思いますよね。ありがまあとうご一ざいつ一つできることをやっていくしかないですね。ます。そうですね。もう、今回のサムネイルは決まりました。サザエさんの、サザエ驚さきん、本の、当にです。わかりやすいですよ。伝えたいな、視聴者の方も。まあ、また、ホームページとかね、よかったら、フジテレビの分で年齢の設定とか出てるの面白いですよ。ええー、ですか。わでかりまも、した。実際、始まった頃は、ちょっとこう、年齢層がもっと若かったりだとかっていうふうに、言われてますけど、面白いです。白いですね。ありがとうございはます。い。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いしはい。ます。